けど。コメントのさ無理でも。いやいやいや、あのキャン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 。は？弾いて。なんちゃんちゃん。ベースは山子さんに説明できるかな。それこれ聞いて。なんで？マイクラルトシングス。うわ。持ってきた？昨日。いや、持ってきた。あ、読めたら分かります。メジャーとマイナーを。うん、次で今、メジャーとかマイナーとか。そうやもんね、変わるでしょ、ね。変わるでしょ、ね。いや、これはね、これはこれ。これこれを持ってきます。あ、そうですね。次はいいですね。あの最初マイナーでしまってマイナーの上げてきて、ここでマイナーのテーマをしてメジャーに行きます。メジャーのテーマに。で、メジャーのアドリブに行きます。コメントでしょ。はい、コメントじゃないよ。じゃないと。あ、コメントじゃなかったですよ。いろいろ食べましょう。マイナーのアドリブから始まるじゃないですか。ここから Bマイナーのアドリブからで、マイナーのテーマを弾いて、マイナーのテーマからまたマイナーのアドリブですね。で、アドリブある程度したらまたマイナーのテーマを弾いてからメジャーのテーマに行きます。で、メジャーのテーマ行ったらこのメジャーのアドリブですね。こうしてここに行くわけですね、はい、そうしてないと本当にだってですね、めちゃくちゃ長い弦書いたんですよ、しやすいようにですね。次マイナー、アドリブ、マイナー、メジャーで、メジャーのアドリブ、アドリブはこれじゃん。はい、で、これからもっぺんテーマでいくんだよ。これからこれを何回かアドリブをしたらもっぺんマイナーのテーマに、これがきっかけですね。常にこれがきっかけになって次メジャーの、で、メジャーのアドリブ、マイナーラーここにもあるテーマ、これが常にきっかけになって次に、その後ここまでは覚えたんです。でもっぺんこれをアドリブ、これを次僕だけがこれを言って、で次岡君またこれをして、でここに終わる前もっぺんマイナーのアドリブ行くんですよ。マイナーのアドリブ行ったら最後のアドリブ、で終わるんですよ。でここに行く前にもっぺん、ここが常にきっかけなんですよ、マイナーのアドリブです、あのテーマ、はいはい、thank you.
そこからここに来たんだよ。あ、そう。マイナーのテーマが弾いて。あ、そう。キートライト。そうやった。今ここも弾いてここに。えらいって短かったね、したら。いやいや、あなたがアドリブの途中でやめたっけ、ね、これ。あ、そうか。失礼しました。うん。なんか自分でよく分かったんだよね。ここがきっかけになっとけ。ここがしたら、うん、アドリブに行くとか、ここがしたらここに行くとか、ここがしたらここのエンディングで、うん、する人の数だけ増えたでしょうね。そうなんでしょうね。する人の数ってもうすぐなくなってるっていうか、する人によって返すランキングが、する人の数だけやり方が変わる。なるほど。だけが覚えてもしょうがなかったよね。そうなんです。誰かのやり方を普通言うんですよ。メジャーとかマイナーとか言うから変えていく。誰かが言うね。そう。もうやる人によって全部違うから。そうでしょう。だけが知ってても、なかなか弾くのは難しい。バージョン聞いたことないですもんね。ない。みんな違う。いわゆるそのバースっていうのがいろいろ入って、うん、それがフリータイムになると思います。はいはいはい。フリータイムなんですよ。もう好きなだけ繰り返す。そうでしょうね。そしてここに入ってメロディーが入ってからやっとここに来るから、それまでは大変なんよね。いや、そういうこともあるし、ラッキーやる人の数だけ面があるっていう、これは難しいっちゃうね。俺も結構何度もやったことあるけど、ああ、そうかそうか、うん、もうやるたんびに違うタイプ。難しいかーとか一応、あーね、そうだ、いろいろ、その、まあこれあの、あっちのあのバージョンって、その、出るバージョンなんですよ。出るバージョンって言ったら、なんか、あそこでもっと長くもできるし、もっと短くも。だから歌が入るバージョンってもっと変わるやもんね。あ、歌もあるんですか。元は歌った。元は歌った。サンドズミュージック。あ、そうか。元は歌った。そうか。サンドズミュージックですか。そうそう。だから、歌が、ジュリアドリュースが歌ったんですね。そうそうそう。そういうことですね。歌っすよ、これ。歌となるとまたいかれるね。ある程度。どうしたの。もう一回言うか。Thank you.
この最後また。
アリスバンダーラットで、ね、あ、ね、もっともっと、テーマどうやったかな、シーの曲は勝手の曲かな、これは見えんと思うよ。この大きさでやるたりこれは黒くて字が欲しかない、うん、そうですね、うん、ちょっとこれちょっと長かしい、うん、結構ボルグラやっても分かりやすく出した方がいいかな、はい、はい、分かりやすく言ってください、私も言おうか、おなり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 、あんま速くなかったので聞くかも、そんなスピードだ、おなり、おなり、thank you.
難しいこれもこれ。でも今の天候の難しいでは難しい。中途半端すぎて。そうそうそう。中途半端。おやつですよ。おやつ。